ちは。あ、こんにちは。お疲れさん。はい。チェリー星人のその後ですね。その後。よろしくお願いします。その後ですね。はい、その後、あの暑い時に差し切ったのがこんなになりました。で、一回ピンチかけたで脇まで出てきたんですよ。でもう先端に花芽が乗ってきたんで、これでなんとか咲いてくれるかなと思いますね。でも10月とか11月ぐらいまで咲いてくれますからね。でももし先もし花が間に合わなかったら来年も使えるんですよ。来年もですね、うち今年外で冬越しさせたんで寒さも結構強いんですよね。だ春にちょっと大きなのに植え替えてやったら、で肥料やったら春からこう咲いてくれるからですね、まあ、このままですね、苗として取っておいて春から一回り大きな鉢に植えてこう花鉢として使えるんで、これはいいのかなと思いますね。で春もう一回切り込んで下から芽を吹かせて、繊維化するといいかなと思いますね、花鉢として、はい。でそうですね、切り込み何回かけても大丈夫ですんで、うん、はい、この前切ってハゲ坊主になってたやつがこれぐらいになりましたんで、すごいですね、しびれましたよね。これも11月後半ぐらいまで咲いてくれるからですね、うん、今からこの先っちゅうに全部花芽、あ、もう花芽が乗ってきましたね、はい、こういう形で花芽が乗ってきて、もう2、30本の枝に花がついてくるとすごく綺麗になりますね、はい。で、これがですねちょっとした苗としてまたこういうやつ3つ植えたんですけどね、そしたらこうやって花も咲いてくれるんで、はい、もう花芽ついてるから、こういった形で楽しんで、でこれはですね、冬になったらこのまま育ててやって、春になってもう一回刈り込んで肥料やったらまた下から綺麗なの咲いてくるから、もう来年も楽しめますんで、今年もし花が間に合わなくてもですね、来年すごく楽しめるんで、これはいいと思います。チェリーステージ。2ヶ月ですね。そうですよね。で一回大きくなりかけたのをピンチしましたからね。ピンチで切りましたんで、でこうやってもう10本ぐらいの枝になってくるから、この先端に花がついてくれるからですね。はい。でこれはいいと思いますね。チェリーステージ。今年の秋も花を楽しんでる。もちろん花秋遅くまで咲いてくれますから、うん、はい、こんな花が赤い花、これ白も混じるんで、うん、それが楽しめますね。この先端に全部ついてくるからですね、花が、うん、すごくボリュームが出てきますよ。で秋の色はまだしっかりしてくるんで、色がはっきりしてくるから綺麗に見えると思います、うん、はい、チェリーステージ。こんな簡単にできるんで、皆さんも基礎株からです。このたくさん苗ができるんで、また来年やってみられたらいいと思いまして、もし今年ホームセンターなんかで売れ残っているチェリーステージがあれば、はい、買っといて来春から楽しむこともできるし、はいいかなと思いますね。はい、これですね。寒さも結構強いんで、はい、もし今年上の方がですね長く伸びすぎて、枯れそうっていう場合は下から今刈り込んでやるとまた4日出てきますから、それもまた来年花が楽しみますからね。1年草じゃない、まあ2年草扱いぐらいにしてやっていいのかな。でも2年3年経つとですね株の方が劣化してくるんで、新しく挿し木で苗を作った方がいいと思います。更新した方がいいと思います。こういった形でこう苗を作ってやるとすぐ簡単にできますし、こんな大株を何年もっていうのはちょっと厳しいかもしれません。根回りも結構回ってきたりしますからね。それは新しい苗を作ってまたこういった形で更新してやるのもいいと思います。まあこれはこれでできるだけ頑張って探してやってもいいと思います。まあ今年これ1年目ですからね。来年までこれ楽しめると思いますね。はい、もう株根詰まりしてきたと思ったら新しい苗を作っておけばまた更新できるかなと思うんですよね。はい、チェリーステージ、皆さんまた挑戦してみてください。いろんな、まあ、種類が出ていますからね。この先端にはですねもう花芽がついてるんですよ。ですからもうあと1、2週間で花が立ち上がってくるからですね、もうだいたい先端には花がついてますからね。まあ、今度撮影される時はこのまた花がついてるのが撮影できるんじゃないかと思います。
こっちのやつもですね、ほとんど先端にはもう花がついてるんです。もう早いのはこうやって伸びてきてますからね、はい、この先端にもついてるし、この先端にも花芽ついてるから、はい、今年楽しみだと思います。その代わりこれはですね、日当たりがいいところ、日陰に置いておくと花が飛んだりしますんで、できるだけ日当たりがいいところに置いてください。で、水もですね、水切れがもうほとんど毎日水、あの 日向に置くと水切れを起こすんで、毎日水やりぐらいでいいですね、まあ、基本的に土が乾いたら水をやるパターンで、育ててやるといいと思います、まあ、置く場所はできるだけ日が当たるところと、水は土が乾いたらやるパターンと、肥料はですね、そうですね、これ肥料を結構食うんで、1、2ヶ月に1回ぐらいこうマグアンプやってもいいけど、これはですちょっと効くのが遅いんで、玉のこの丸っこい肥料をやると早く効きますね。この玉の肥料がですね、いろんなところで売ってます。玉の肥料、窒素、あのリン酸カリの成分が10っていうのが多いと思うんで、それで大体1ヶ月効くんで、はい、早く効きますから、まあ、それで十分だと思います。はい、これにもですね、大体この鉢で、10粒ぐらいやっていますんで、で10粒やって1ヶ月ぐらいでもう形はあっても中身がないという形になるんで、葉っぱの情勢、勢力見ながら、また追肥するのかどうかを考えてみている。あんまりやりすぎてもですね、葉っぱだけ茂るという場合もあるんで、やりすぎもちょっと注意しなくちゃいけないところですね。でも気をつけなくちゃいけないの、特許パテントがついているのがあるんで、それは増殖販売してはいけないということで、今年からすごく厳しくなったんで、はい、それはちょっと頭の隅に、自分のところで楽しみにはいいみたいですけどね、はい、チェリーステージでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。